焼津漁港での一連のカツオ窃盗事件を受け、焼津漁協が県に対し再発防止委員会の答申書を提出しました。すでに辞任の意思を示している西川角次郎組合長が今朝県庁を訪れ、再発防止委員会の答申書を提出しました。再発防止委員会はこれまで10回の会合で不正行為の防止対策を話し合ってきました。その結果、事実調査を行う第三者委員会の設置や再発防止の環境整備などが答申されました。報告を受けた県は、漁協としての再発防止策を45日以内に提出するよう求めました。十分に有効な再発防止策を漁協自身として講じていただく、そしてこの講じた再発防止策を着実に実施していただくということを期待しております。